では続いてですねパターのグリップについて解説していきたいと思いますパターのグリップももちろんいろいろあるんですけども 例えば今お使いのパターがピン型だったりマレット型だったりいろいろあると思うんですけど今マレットが多いのかなマレットが多いと思います。マレット型っていうのは最近こういう太いグリップスーパーストロークだったり各メーカー純正でも太いグリップ出してきてるんですよ。もちろんマレット型とか大きいネオマレットになってくるとフェースの開閉率っていうのはすごい低いんでこういう開閉しづらいグリップを使ってあげるとより効果が出るかなと思います。 パターも切りしたら切りないんですけど、ヘッドバランスももちろんあるんですけど、パターはもう気にしなくていいと思います、そこまで。鉛べたって貼ったりもできるんで、あとはそんなにフルクラブじゃないんで、ヘッドが多少効いてたり効いてなかったりしても、全然対応はできたりとか、ソールに鉛を貼ったりとかで対応できるんで、そこまでテープがどうのとか、重さがどうのとかってあんま気にしない方がいいと思いますね。あとは、手の大きさによっても、グリップの太さってすごい重要になってきて、ねじれ グリップが刺さってても、例えば野球のバットだったら、太い方と細い方ってあるじゃないですか。これ、太い方がグリップ力が強いんですよで。細い方がグリップ力弱いんです。調べ方っていうのは、お二人いれば一番分かりやすいんですけど、太い方を持ってもらうのと、自分が細い方を持ってもらって、両方を相手にギュッと握っててもらうんですよ。自分が細い方でギュッと回すのと、 太い方を持ってギュッて回すのってどっちが回るかって言ったら自分が太い方で相手が細い方を持って回した方が相手が我慢できなくなっちゃうんですよ。要は太い方がグリップ力がすごい強くてグッて回せるんで多少手が細い方、グリップ力がない方なんかは逆に太いグリップ握るのも全然ありなんで自分は手がちっちゃいから細いグリップじゃなきゃいけないんだってあんまり思わない方がいいと思いますね。本当に握ったフィーリングでグリップの太さなんかは 決めていただいた方がいいと思います。あとはパターの握る向き。よくレッスンやってて思うのがアイアンと同じ向きにこうやって握って構えてる方結構いらっしゃるんですよ。パターはどっちかというと一番こうなっててほしいですよ。手に対して。パターは手に対してこうやって握っている方も結構いらっしゃるんですよ。ただ入ればいいです。別に。直す必要はないです。僕が言ってるのはパターのグリップってどうやって握るのとか、どの向きが基本でいいのか知りたいよっていう方に今言ってるんで、 できれば手のひら、こうやって構えますよね。こうやって構えて、構えたひらに対してパターンがこうなってた方がいいですよ。なるべく。こうやって握って構えた方がいいです。 あんまり、こうやってショットっぽく角度をつけてしまうと、塔が浮いてしまったり、打とうとしてる感じよりも、強くクラブが動いちゃったりするんですよ。なので、できれば、こういう向き。これは無理だとしても、手のひらに対して、これぐらいの向きで握って、手のひらの親指の腹あるじゃないですか。こうやった時に、ここに線できますよね。ここに線できるのと、親指と人差し指の間のこの線。要は、ここ。ここの線に、パターンの左上の、この角が、 こうやってきたら、一番パター入りそうな気がするんですよ。僕。この、パターの一番平らなところ、ここの面に、ここの腹が乗る感じなんですよ。もうちょっと詳しく言うと、こんな感じで握ってます。こうじゃなくて、ここ。こうやって握って、タップでタンって打つ感じです。こうやって握りたいんですけど、 これだと握れないんで、ちょっと斜めにして、グリップエンドが中に入るぐらいで握って打ってる感じ。僕のことはどうでもいいですね。パターグリップなんですけど、こういうめっちゃくちゃ細いグリップ。こういう細いグリップは細いグリップでもちろんメリットがあって、手の中の遊びを利用して、グラングランってさせながらヘッドを動かしてパンって打つ人だったら、こういう細いグリップはすごいおすすめです。だからもう、 バンってクラブ抜かれたらこう抜けちゃうぐらいこう優しく握ってソフトに握って打つんだったらこういう細いグリップがおすすめですねお分かりの方もいるかもしれないですけどこのキャメロングリップって松山選手とかも使ってたりするんですけどタイガーなんかはこれのピンって書いてあるピンのロゴのピストルグリップっていうのを使ってるんですよこのダンシングキャメロンの一番細いグリップとピンのこの銅型の細いグリップってピンの方が若干太いんですよグリップ これは僕両方入れてるんで、どっちか迷ってる方が一人でもいらっしゃったら参考になればと思って今言ってますけど、同じ形なんですよ。同じ形で、もう本当にロゴがなかったらどっちがどっちかわかんない。けども、キャメロンの方が細いです。これは間違いないそう。なので、キャメロンだとちょっと細いなっていう方は、タイガーっぽくピンを入れていただいて、そうすると、キャメロンよりも若干、 太くなりますもちろん、このキャメロングリップに下巻きテープ2回巻き入れれば太くなるんですけど、そうすると、グリップ重量が上がるんで、手元が重くなるんで、ヘッドバランスの関係上、グリップだけを太くしたいっていう場合は、ピンロゴのピンのピストルグリップを入れてください。そうすると、同じバランスのまま、グリップが太くなります。もう、徹君呆れてます。<laughs> なので、それはすごいおすすめします。これ多分一番僕長く使ってるグリップ。オデッセイロゴのクロスラインラバー。言えました覚えてましたクロスラインラバーっていうラムキンから出してるんですよ。ラムキン今あんのかなこれラムキンのロイヤルグリップっていうモデル。これ同じグリップなんですけど、これめちゃくちゃ僕この形好きで、オデッセイからパター作ってもらうときほぼほぼこのグリップを入れてもらってたんですよ。 すごい手にもフィットしていいなっていう感じなんですけど贅沢な悩みとしてはここの角がすごいエッジが効いてるんですよ上の角がすごい角張ってる角張ってるでしょ新しいパターン来たばっかでこうやって握るとここの手のひらがちょっと赤くなるっていうのが唯一の難点だったんですよだからちょっと使い込んでくるとめっちゃくちゃここが丸まってくるんですよだから僕が12年使い続けたブラックシリーズのピン型の パターンなんてここがもうウインカーいらないカーブになってるこれだとウインカーいるじゃないですかカンカンってなってるから, <laughs> そうだ,からそだからそれがね使い込んでくるとグリップって手に馴染むって言うんですよパターンはだから僕12年間あれグリップ変えてないですもうカッチカチ本当にやばいからプラスチック そののグリップ交換してなないパターンなんですけど、この光沢見えます光っちゃってんのゴムが見える光ってるグリップエンドさっき言ってた丸くなってんのこれが新品でこうやってなっちゃってるでしょグリップエンドは全然形が違うでしょ こうやってこうやって持つからもうここが削れてきちゃうんだよねそう角が角がなくなってだってここさ日本線あんのに日本線なくなっちゃってるじゃない <laughs> もうなんか溝がないの <laughs> あったの、そのそ線。ありますよー日本線の <laughs> こっちはさ日本線の中の白いのが削れてるってのわかるじゃない <laughs>、うん、だけどもうこっち日本線すらないから削れちゃってる本当だそう。 使ってくるとこれぐらいになってくる。なんか変えるタイミングがもうなくなっちゃった。からもう変えてない。てか今でも変えられるよって言われても変えたくない。これはなんかね、すごい手にフィットするんだよね。馴染んでるから。こういうのがね、グリップって変えりゃいいってもんじゃないっていう部分もパターはあるんだよね。例えばこういうイオミックなんかも太さ違いで2種類あって、こっちのが細くてこっちのがミッドサイズ。 中間サイズでこういうのも使ってるパターンによって太さを変えてなるべくそのパターンのフィーリングを最大限自分が感じやすいグリップの太さのグリップ交換をおすすめする感じだねもちろん最初は俺もこのパターンにこのグリップがいいじゃなくてこのグリップ使いたいから刺しますだったのでもいいのよ最初はそれでだけどそのうちそれじゃ良くないってことに気づく時があるでも ずっと気づかなかったらそれはそれで全然いいわけよ全く関係ない気づいてないからだからそれはフィーリングとして違和感がないんだったら違和感あるないどっちでもいいんだけどね それは関係ないからただ違和感に気づくく方も絶対出てくる違和感が出てきちゃった方が今俺が言ったことがポッと頭の中に片隅にあってくれたらあ,ああいつあんなこと言ってたなみたいな多少解決にねつながってくれればいいかなと思ってだから俺ずっと高校1年から2526歳ぐらいまでほんのちょっとだけクローズに入れてたのグリップを0.5度とかちょっとクローズにするのが心地よくて。 まっすぐ入ってんのがあんまり俺好きじゃないのよ。両方出ちゃいそうだから。これもね、ちょっとだけクローズなのよ。そう,そうグリップをまっすぐにするとヘッドがちょっと被るようになってるの。じゃないとね、なんか気持ち悪いんだよね。ジャンボさんは確か何度か忘れたけど、ジャンボさんはめちゃくちゃオープンにするのよ。グリップの上のこの平らな部分をまっすぐにしたら、フェースがね、すごいこれぐらい開くの。それを こうやって被してし持つんでね何かそういう決まり事がある人ってなかなかブレないのよスランプって言っちゃおかしいけどそういう調子を崩すすことが少なかったりするんだよね、うん、決まり事がある人ってそれが癖が強かったりすると、うん、俺はこれだよっていうのがある人ってあんまり崩れなかったりするんだよね。あれでもその すごい良くないかもしれないけど言うのがめんどくさくなっちゃったちょっと開いてちょっとって人によって違うじゃない違ういやこれ俺にとってはちょっとだよっていうのが出てきちゃったんだよね自分でも一番最初ちょっとクローズになって入ってきたのが気に入っただけだからそれが何度なのかも知らないわけ自分もだから伝えられないじゃない最初は自分でグリップフォーカーしてたのそうそのメーカーさんがやってくれるようになったから やってもらうんだけどメーカーさんも人間だから全てまっすぐ入れてもらっても人によって開いてたり閉じてたりっていうのももちろんあるのよでもそれはプロゴルファーみんなそうだけど想定内なのよもし気になるレベルになったらもう一回変えてくれるからでもこれぐらいだったら全然許容範囲だよっていうんだったらもうそのまま使っちゃう人もいるし言うの申し訳ないなと思ったら自分で注射器で抜いてもう一回差し直しする人もいるし俺なんかは注射器で抜いて。 差しし直してた時もあったもう一個ポイントパターグリップって意外とこういうギザギザも何にもないグリップが多いのよだから下巻きテープがちょっとでも隙間空いてると段に見えんのあ下地がその出ちゃうんだ出ちゃうそうグリップに出ちゃうからパターグリップはこういう太いグリップでバイーンっつってやってらせんにしないのが綺麗に見せるポイントです <laughs> ええー 結構気になる人は気ににななるる人と思うんですよこういうグリップだったら模様も入ってて多少螺旋がずれててもいいんですよそんな目立たないだけど本当ねこういうグリップとか特に細いグリップなんかは螺旋がねすごい開いてる下巻きテープの巻き方しちゃうとボコ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 ってなるの下で広っちゃうんだそうだからこういうのでこうやって巻いちゃうそう,そうするとさあさあってやって巻くとそういうのになんないそう おすすめだなあこの間レッスンに来た女性の方のドライバーグリップ交換したんだってイオミック入れたんだけどこれのスティッキーってやつ入れたんだけどもうちょっと細いやつ下巻きテープがこうやって巻いてんのがもうバレバレなわけよもうボコッボコッボコッとだから123回ぐらいしか巻いてないの「これどうしたんですか?」っつったのそしたら「いやどっかのショップであグリップあるから変えてもらおうって言って変えたんです」っつって。 これ、変えてもらった方がいいですよ、つって。影響ないって言われたらないのかもしんないけど、お金取るレベルじゃないですよ、つったの。これはちゃんとやってもらった方がいいですよ、つって。そこのショップでは、別に下巻きテープが入って、ずれなければいいって言ってんのかもしんないけど、でもね、絶対変えてもらった方がいいですよ、つって。すぐ変えに行ってもらったの。うん、そしたら、綺麗にやってくれた、つって。そういうのはご注意ください。俺、びっくりしたもん、あれは。あとね、パターグリップ、 はカラーとかもいイなんかも多くなってきましたけど本当にカラーリングとかこういう2層になってる内側がラバーとか硬い素材で外がすごいなんていうのこれとにかくこれ2層になってるだよね触り心地がさっ触ってみてこれ、うん、ちょっとないでしょ他にはうん何これ気持ちいいでしょこういうグリップは今流行ってきてるこのグリップの走りってウイングリップっていうのウイングリップっていうのから始まったんだよね このの層になってのっててるウイングリップとかこういうグリップのいい点は晴れた時はもうマックス最高やばいのよもうべったべた感がもうめちゃくちゃ手にまとわりつく最高なんだけどもう雨の日最悪石鹸塗ったようになるのよつるつるそれが俺印象があるのはもうそのウイングリップの出始めの時なのよ俺が高校ぐらいの時今はもちろん多分改良されて そんななことはないとはい思うよ濡らしたことないから分かんないけどだからこういう2層になってるグリップの注意点は濡れた時にすごい滑りやすいっていうのが注意ポイントそれだけちょっと注意していただいてパターはこんな感じかなドライバーとかアイアンのグリップよりもパターの方はいろいろバラエティに富んだグリップ入れてもらってもいいと思います好きな色太さとかある程度大きいパターンには太いグリップ入れていただいたり ちっちゃいピン型とかには細いグリップ入れていただいたりっていうなんとなくなセオリーはありますけどただパターに限っては好きなグリップを本当に入れていただいた方がいいと思いますパターグリップもそんな感じでお伝えさせてもらいましたが本当に自分のフィーリングを大切にしていただいて打っていただいた方がいいと思いますではパターのグリップの解説は以上になります最後までご視聴ありがとうございました